夜ご飯は何食べたい？ラーメンはどう？いや、ラーメンはちょっと違うかな。なんか声いつもと違うね。風邪？病院行かないとダメだよ。いやだよ。病院嫌いなんだよね。ミスチルの新曲もう聞いた？もちろん。いやー、めっちゃ良かったね。日本語上手ですね。いやいや、そんなことないですよ。大家好，我是大姐。这些いや的几个用法，在生活上真的很常用。如果你把握这些用法，你的讲话的样子就会变得更像日本人。いやいやいや，今天我要介绍いや的四个不同的用法。虽然可能有其他意思的いや。可是先这四个就好了，那就来开始咯。最基本的是不想、不要等等否定的呀。这个的话有呀这个汉字，呀、やだ、やです。明日駅まで迎えに来て。嫌だよ。嫌だ。也可以说嫌だ。嫌だ。嫌だ。一样的意思。第二个。嫌。嫌いや。不是没有的意思。跟第一个一样否定的用法。嫌。そうじゃないよ。いや、これじゃないよ。いやいや、也是一样的意思。可是感觉被夸奖的时候常常用到。いやいや、そんなことないよ。いやいや。第三个。いや、いや。这个有点难。就是不完全同意的时候，心里有一些不同的想法的时候，就可以讲出来。中文的话，这样有点暧昧的用法。この人が犯人？いやー、どうなんだろうね。第四个，呀，跟其他呀语气不一样，很有 feel 的时候，觉得很厉害、很佩服、很惊讶的时候，可以说的感叹的用法。呀，花火すごかったね。呀，今日も疲れたね。中学生の時にアメリカに留学したの？いやー、すごいね。嫌だよ。いや、違うよ。いやいや。いや、どうだろうね。いやー、すごいね。那这些呀的用法在生活上怎么说比较自然呢？就一起来看看吧。彼女できたの？ちょっと写真見せてよ。嫌だよ。嫌っていうか写真ないし。来週はいつ休みだっけ？火曜と土曜？いや、
火曜と金曜だよ。明日の試合、雨で中止になるかな？いや、どうだろうね。わかんないね。早く海外旅行行きたいよね。いやー、行きたいね。ずっと行けてないから、その反動で世界一周とかしたいね。昨日バスケの試合見に行ったんでしょ？どうだった？いやー、めちゃくちゃ楽しかったよ。ルールとか選手とかあんまり知らないけど、ちゃんと楽しめたね。1年で N1 に合格したの？いやー、すごいね。いやいや、たまたまだよ。いらっしゃいませ。ご予約のお客様ですか？いや、してないです。今日の夜ご飯はカレーにしようかな。いや、それともラーメンの方がいいかな。いや、パスタもありだな。いやー、悩む。いやだよ。いや、違うよ。いやー、どうだろうね。いやー、すごかったね。大家也不妨试试看哦。那今天的影片就到这边。如果你喜欢我的影片的话，请按赞、分享、加订阅。インスタと Facebook もフォローお願いします。下次见，バイバイ。今回はいろんないやーの使い方を紹介したけど、一番使ってほしいのはいやー。このいやーがなんかすごく日本人っぽい気がします。感想を言うときになんかよく使うかな。テストどうだった？いやー難しかったよ。あのお店美味しかった？いやー美味しかったよ。このいやーなんとかだったよ。こういう使い方がよくするかな。いやー。